ちは、ユニちゃんのりみです。今回は海の埴輪ご紹介をしたいと思います。はい、はいはいのはいはいね、まあ筆箱自体は変わってないんだけども、まあ中身がねちょこっと変わったかなっていう感じですかね、うん、はい、まあ最新のね今使ってる筆箱の中身を紹介したいと思います。はい、じゃまず筆箱は、まあ、前と一緒なんだけどね、プーシャン、まだこれを使ってます。プーシャン、うん、でこれ両面なんだよね。でこっちもプーさんなんです。そうなんです。はい、じゃあ中身をお願いします。はい、まずじゃん、ジョーキープーさんのジョーキー、ディディ、ディディ、これはもらったんだっけ。うん、お友達がくれたんだっけ。そうね、確かね、よかったね、はい、お気に入りですか。うん、うん、めちゃ使ってる、めちゃ使ってる。次、はい、鉛筆はこの前あのお菓子の文房具買った時のに変えたんだよね。じゃそれを全部まとめて見ちゃうか。ポッキー、ポッキー、なんかに、ね、うん、キラキラあるの。本当だ、使っております。次、じゃん、コンパス。コンパス、すごいコンパスだね。いらないけど、これ。へえ、どうなってんのそれ。このキャップ貼ってして、うん、それで裏に、うん、おお、すごい。へえ、今のコンパスってペンみたいになってるんだね。それにね、うん、ここにね、うん、替えのね、うん、芯も入ってんだ。すごーい。替えの芯。次、はい、なんていうの、名前ペン、あ、これしーちゃんが好きなプロッキー、プロッキー、プロッキーがのあれですね、名前ペン。これ油性じゃなくて水性なんだね、りみちゃん。名前ペンとしては使えないってことだね。え、にも使ってるよ、ね、で使ってるんだ。りみちゃんの顔が切れてる、これもしかしはい、次、次、ちょっと名前がね、書いちゃう。これは学校でもらったペンです、うん、これは何に使うの。図工の時のさ、ペン書きでさ、うん、あー、そっか、図工の時の絵だね、もらったの、うん、次、コーラの赤鉛筆。あ、これもあれだよね、お菓子の文具の時に買ったんだよね、実は。そう、これもう使っちゃっててね、紹介するの忘れちゃったんだけど、実はこれも買ってました。次はね、うんうん、鉛筆細くなったから使えない鉛筆削り。あ、そっか、合わないから使えないんだ。そう、合わないそっか、じゃあ入れててもちょっと意味がないよ。次、はい、クーポン帳の消しゴム、作文帳の消しゴム、へえ、ジャポニカみたい。ちゃんとね、ジャポニカ、ジャポニカ、ジャポニカだよね、やっぱりね、系統書。うん、なるほど。これのマッシュついてんだよ。あ、そうそう、前しーちゃんの時にさ、ママしーちゃんいたずらしたのかと思ったら、これマッシュついてんだよって言っててね、初めて知ったの、マッシュついてるって次、あ、もう一個入ってる。あ、そう、これもお菓子の文房具の時に実は買ってて、紹介し忘れました。あの、もう使っててね。次、はい、めん玉、めん玉、ギョロメ、めん玉、ギョロメさんだけが入ってるの、うん、取れちゃったの。あと、友達からもらったビーズ、ビーズ、おお、もらったんだ、友達から。そう、へえ。裏も、裏も、じゃあ裏もお願いします。うん、目玉取れた。あ、目玉取れた、またこの目玉だった。ああ、目玉の鉛筆かの目玉、ギョロ目だけど、あ、取れてる、今取れたの、うん、あらららら、
ギョロメの鉛筆だったんだね。ギョロメの鉛筆。下の青い方が取れちゃった。今白目になってるよ。ほんと白目になっちゃったね。白目。次、B の鉛筆。すごいね、これ手作りキャップ？そう、手作りキャップ。紙で作ったの？うん。へえ。それにテープ貼った。ぐるぐる巻きした。ぐるぐる巻き。すごーい。次。なんかキャップがすごいついてるけど、何それ？予備用キャップ。予備用キャップが入ってんだ。でもね、もうキャップ使わないんだけどね。あ、そっか。細いから意味ないんだよね、今の鉛筆。次。うん。あ、女子じゃん。絆創膏入ってる。へえー。出ちゃった。出ちゃった。出ちゃった。中身？マジ？中身出てんだけどこれ。うっそー。一応絆創膏今出ちゃったばっかりだけど2個入ってましたね。はい。次。はい。これなんか入れてる。うん、これ何？これプーさん。プーさん。プーさんの鉛筆。うん。次。ボロボロの消しゴム。ちっちゃ。取れたんだよ。取れた中間に使ってたらね、ボロと。ああ、なるほどね。そうなったの。それが4個。はーい。以上ですか？以上でやす。ジミちゃん、鉛筆5本以上持ってっちゃいけないんじゃないの？予備だもん。予備はいいの？あれお姉さん5本以上持ってっちゃいけないんじゃなかったっけ。うち6本持ってってるよ。いけないでしょ。いいの。うち5、6本もいいんだよ。リミちゃんね、5、6、7、8、9本9本も持ってってるけど。だそれはダメだよ。リミちゃんダメみたいだよ。9本もうちょっと減らす今度ね。だって学校でなんか5本ってしーちゃんもすごい言ってたよね。うん、5本までだよって、うん、5本なんでしょ決まりは。しーちゃんも6本持ってきそう。りんちゃんでも9本だよ。持ってきすぎじゃない？いいの？みんな持ってきてる？多分持ってきてないっしょ。まあいいや。はい、じゃあちょっと減らしたいと思います。はい、はい、次はバイバイ。グッバイ。結構も持ってってるの。マジか。バイバイ。